はい、皆さん、こんにちは。亀の子あたしです。こんにちは。今日はですね、無性にいろいろ語りたい。面白いペンが先日出たんですよね。ちょっと先登場させましょう、これ。ちょっとね、箱、箱から行こうか。これなんですよね。ドクターグリップエースっていうペンがね、登場したんですよ。ちょっと。本体がこれなんですけどね。ドクターグリップエース。これ出て、いろいろね、何本かね、出したんですけど、それではね、語り足りんということでね、ちょっと今回ね、めっちゃマニアックな内容を含むんでね、ちょっと対象はね、文房具詳しい方とかね、なんか、ファンの方になるかなと思って、ちょっと分けたんですけど、もうちょっとね、もう語りたくて、もうね、なんか、もううずうずするんですよね。なんでね、ちょっとね、自分が持ってる、コレクションの範囲なんですけど、ちょっとそれをね、出しながらね、ちょっとこのドクターグリップエースの話、エース絡みの話、ドクターグリップの話かな、もうどこに着陸すんねんいう、なんかね、着地点がね、よくね、わ からへん形なんですけど、なんせね、ちょっとこれ絡みで、なんかいろいろ話したいみたいなね、なんかそういう動画です。なんでね、ちょっとね、文房具のファンの方とかね、このドクターグリップのファンの方、パイロットのファンの方、いろいろいらっしゃる思うんですけどね、今日ちょっといろいろね、一緒にね、話聞いてもらえると嬉しいかなと思います。ということで、スタートします。もう何のこっちゃねいう形なんですけど、じゃあね、ちょっといろいろね、話していきましょうか。このドクターグリップエース。自分ね、初めもこれ出るってなった時、おお、ドクターグリップの新しいやつやみたいな形で、どうなったんかな、どうなったんかないう形でね、ホームページ見たんですよね。ほんならね、初めのね、正直な感想はね、っていうちょっとね、意外なもんやったんですよね。もう本当にね、ツイッターの方でつぶやいたんですけど、もうなんかね、首をかしげたようなね、なんかこういう風な感じで、うんってしてるようなね、なんかそういうアイコンの顔がもう出るようなね、やつなんですけど、ちょっとね、そのね、原因いうかね、なんかそれ思ったのがまずこれなんですよね。モグールエアーっていうペンなんですよ。パイロットさんの。同社のやつなんですけど、こういう箱に入ってるんですよね。潜って折れない、フレフレ機能がついてる。フレフレ機能ね、パイロットさんのやついっぱいついたりしてるんですけど、このモグルエアっていうこのシャーペンがあるんですよ。もうね、メカむき出しですね。メカ部分がむき出し、になってるんですけど、これどういう機構かというと、なんかね、こうやってガーって書いてたら、力強い、なんかちょっと、筆記した時にボキッて折れたりするんですけど、これはね、先っぽがね、こうやって押された時に、ここのね、サスペンション部分みたいなのがあるんですけど、先っぽが潜り込むんですよね。ちょっと爪痛めそう。ちょっとこうやると、これお分かりですかね、これ。こういう形でね、先っぽがね、サスペンションみたいにこういう風になって、先が沈むようになってるんですよね。で、これで折れるのを防ぐよっていう、こういう仕組みになったやつなんですよ。でね、このね、ドクターグリップの構造をね、買う前にホームページ見てると、どうもこれそっくりやなって思ったんですけど、実際買ってね、これ開けてみるとね、もうドクターグリップがこれ、もうこれモグルエアーじゃんいう、なんかこの機構の色まで一緒やったんですよね。自分ちょっと黒しか買ってないんで、黒以外のやつだと何色なんかわかんないですけど、黒はね、これ同じような形でした。で、ちょっと、え？ってなって、これ、どっちかというと、モグルエアー2かなんかね、モグルエアープラスかなんかね、そういう風な位置づけなんじゃないの？みたいな、そういうね ツッコミが正直なね、感想だったりしたんですけど、これもね、モグルエアーっていうのも、これもね、パイロットさんのね、すごい、機構だったりするんで、これを採用したドクターグリップって思えばいいかなみたいな形だったりもするんですよね。この太さとかもね、結構ドクターグリップっぽいですし、ここのグリップの部分もね、ちょっとね、硬くなってるんですけども、ドクターグリップだわっていう形なんですよ。
で、はい、じゃあね、このドクターグリップの話をね、ちょっとしていきましょうか。はい、自分ね、ドクターグリップ昔からファンなんですよね。もうちょっとね、今日登場させる以外にもね、昔いろいろ持ったりしてたんですけど、もうね、あの使い潰してしまったとかね、もうちょっと時代も経ってね、もうボロボロになっちゃったやつで、もうね、まあちょっと廃棄しちゃったりとか、あの人に譲ったやつとかもいろいろあったりするんですけど、はい、残ってるやつとかをいろいろ紹介したいなと思います。はい、はい、こちらです。はい、もうこれがね、結構元祖的なこのドクターグリップなんですよね。はい、これ黄色いやつです。いいですよね、自分これぐらいの黄色が好き。なんかね、最近のなんかこれなんかパイロットさんのやつ、なんかあのここもなんですけど、結構この蛍光的なイエローが多いんですよね。まあこれもですし、この間出たあのフリクションのなんか色もなんかこういう風な色やったもんですけど、結構この蛍光イエローかちょっとグリーン味がかったこの蛍光イエロー、これがなんか多いんですよね。時代なんかな、そういうなんかわかんないんですけど、まあそれはさておき、はい、初代ドクターグリップってこんな形でした。はい、なんかね、これ長いんですよね、これ。はい、これね、長いんね、ちょっとね欠点なんですよね、これ。はい、まああのね、あの文房具マニアの人とか、まあシャーペンとかそういうマニアの人って、結構あの無印良品とかのね、透明なね、アクリルケース板にパーって刺したりとかするんですけど、これね、そこにね刺すとね、はみっちゃうんですよね、これ。はい、絶妙にはみっちゃうんで、この先っぽだけ取ってね、こういう風に置いたりするんですけど、ちょっとねこれドライアップしそうで、ちょっとうんいうとこではあったりするんですよ。はい、という形でね、これ長いんですけど、これメリットとしては、はい、こういう風にした時にね、こうやって回しやすかったり、これあの回すに結構いい感じのペンかなって思ったりするんですよね。はい、でね、あとはね、これのなんか縦に刺すような、こういう風なね、なんか豆的な、こういうドクターグリップ台みたいなやつ、これ結構レア物で、オークションサイトとかでは、まあ、高値で取引されてたりもします。あとはね、このドクターグリップの抗菌モデルっていうやつも昔あったんですよね。緑色でね、このグリップのとか白でパキッとなったやつでね、もういかにもね、お医者さん向けみたいな形とかね、もうほんまドクターにさらにその抗菌みたいになった形で、はい、結構ね、お医者さんが持ってたらかっこいいかなみたいな、そういう風なやつもあったりするんですけど、はい、自分もそれね、昔持ってたんですけど、もうちょっと、ね、もう汚くなって、もう廃棄しちゃってもったいなかったな。はい、今ではとね、ちょっとね、取引されてて、ある程度ね、それもまだ需要か人気があるんですよね。それ驚きですけど、はい。で、ドクターグリップのさらにこれと同じぐらいか、ちょい後ぐらいに出たやつかな、ちょっとわかんないんですけど、こういうタイプもあります。はいはい、こちらになります。はい、これもね、ドクターグリップなんですよね。はい、でね、これもね、こっちもね、ボールペンなんですけど、はい、こっちもね、ボールペンになります。こっちはね、ノック式タイプのボールペンです。いいですよね、これぐらいの黄色が自分好きはい、これがね、結構ね、長いこと続いた人気の形のモデルかなと思います。はい、こういう形のドクターグリップになってます。はい、まあここもね、まあ乳白色のやつでね、ちょっとこうやって透けた形なんですよね。この下のところになんかシール、名前シールとか貼ってた時もあったな。はい、まあなんかね、こういう風なやつがあって、この黄色がありますと。はい、でね、まあここからね、まあ時代がいろいろちょっと進んでいったやつを持ってるんですけど、はい、こちらになります。はい、ちょっとね、色がね、ピンク色と銀色のやつなんですけど、まあこういう風なやつが出てきました。はい、これはね、これもボールペンか。はい、ボールペンになってるんですけど、はい、ここの部分、はい、ここにね、リングがなんかね、はい、こういう風にね、なんかちょっと見えるようになってきたんですよね、これ。はい、はい、なんかこのプラスチックのね、このリングみたいなのがつくようになって、ちょっとね、口金が小さくなりましたね、これ。はい、で、よいしょっと、一回分解してみようか。はい、一回分解してみましょうね、これ。はい。はい、ここのね、口の金がね、これ小さくなったんですよね、これ。はい。で、ここのところがね、はい、こういうね、はい、プラスチックのね、リング。はい、このプラリングがね、こうやってつくようになったんですよ。このプラリングをね、なんかね、他の色に入れ替えるとね、ちょっとね、カスタマイズ性が生まれてくるんですよ。
はい、でね、あのこのドクターグリップ変わったところがね、はい、ご覧ください、これ、はい、このね、おっとちょっと取りにくいな、はい、取りにくいんですけど、はい、はい、二重のねゴム構造になったんですよね、これ、はい、ビヨンビヨン、はい、今までねこっちね1個のゴムやったんが、はい、このねソフトなグリップの上にさらにこのゴムが乗ってていうね、このグリップ二重構造になったんですよ。はい、そんでねここのところにあのこのさらにこのねプラスチックのリングがついて、はい、ここがこういう風なちょっと小さめの口金になったという、よいしょっと締めにくいなごめん、はい、まあまあこういう形になって、はい、そんでねここのね上の部分、はい、ここがねあのさらにねこういう風に外れるようになったんですよね。はい、そんでねここのところが透明になってまして、はい、ここのところにねなんかね紙とかをねあの巻いたりとかシールを貼ったりとかするとね、はい、あれなんですよ、あの板ボールペンとかじゃないですけど、はい、そういうねカスタマイズ性が生まれてくるんですよね。はい、こっからねこれの進化ってね、そういうねカスタマイズ面とかね、ここの先っぽのね、あ、先言うかこのグリップ面のこの進化、これがね結構この間大きいって、これね自分すごいねあのドクターグリップとしてのね進化ね、これ素晴らしかった進化かなって思ったりもします。はい、でまあこの進化がありまして、はい、こっからねあのさらにねちょっとねあの進化みたいなのがあるんですよ。はい、それがねこちらになります。はい、こちらになります。はい、まあねまあちょっと自分今持ってないんですけど、ここのねクリップのタイプがここがポコンって丸になっててね、ここ穴が開いてて紐が通せるタイプもあるんですよね。これがねそのやつをちょっと踏襲したモデルになるんですけど、はい、ここにね穴が開いててね、ここ紐とかつけられるようになってます。でねここのね透明なところのやつはこれも一緒なんですよ。はい、ここは開けれて、よいしょっと、はい、こういう風に外れるようになってて、ここのところにねくるくるくるってねなんかいろいろ巻けたりするんですよね。まあ、くれぐれもねテストの時とかにねカンニングペーパーを仕込むのはちょっとやばそうな形なんですけど、はい、こういう風な形で、そんでこのグリップのところもね二重になってます。さっきのこのね輪っかもこれついてるタイプですね。はい、これシャーペンになるんですけど、はい、ここの部分なんですけど、はい、ここのね柔らかいところがねこの 1,2,3 分割、はい、こうやってね3つのこういう風なプニプニにねこれ分かれるようになってるんですよね。これ名前何やったかな、プレイカラーボーダーかなんかそういう風なやつだと思います。まあねボディが黒なんやけどここのところが緑になってるとかね、なんかそういうのとねあえて合わせるとかね、なんかそういうね組み替えの楽しみみたいな、そういうカスタマイズ性が生まれてきたんですよね。はい、というねちょっとねこういう風な面白い進化をこうやって遂げてたんですよ。でこれ、はい、ドクターグリップフレフレ機能もついてます。はい、振るとねこの先っぽの芯が出てくるようになってるんですけど、はい、昔のドクターグリップもねこれ自分これボールペンになってるんですけど、シャーペンのやつはねこのフレフレ機能ついてました。はい、という形でねこういう風にねどんどんこうやって進化を遂げていったんですよね。でねこれね中が3つにこれ分かれてるやつあるんですけど、これね中がねギザギザになったやつもあるんですよ。はい、それねオフローダーっていうやつなんですけど、それ結構ねまあ廃盤モデルになっちゃってるんですけど人気があって、このオフローダー部分だけのこのギザギザだけがなんかねメルカリで売ってるとかね、なんかそういうのもあったりで、これ買う人おるんやみたいな形でね、ちょっとやっぱ一定層の需要があるみたいですね。はい、その辺もね結構面白いような形になってます。個人的にねドクターグリップのこの進化っていうのは、これはね正当でいいかなっていう進化に自分はすごい感じました。はい、この進化を見てきてる中で登場したのがこのエースになるんですよね。はい、このエースの進化はね自分どっちかというとねこのねモグールエアーの方、こっちの方からの進化に近いかなって思うんで、このね進化の過程をね目の当たりにしてる世代からするとちょっとこのねドクターグリップエースのこの進化というのはちょっと自分はね謎に思うとこがあるんですよね。
はい、これが自分の正直な感想ではあります。はい、でね、このねドクターグリップ、はい、これの前に至る段階かね、これと同じような時期に出たんかちょっと自分忘れたんですけど、はい、こういうモデルがありました。はい、パイロットのベガっていうこういうペンがあったんですよね。これもねドクターグリップと同じようなね、スタイリング、まあこれとも結構似てますよね、なんとなく太さもね結構似ててね、極太のねペンなんですよね。はい、まあねこういうのがこうやって出たんですよ。はい、これシャーペンかな。でもねこれねフレフレ機能がついてないやつになります。でね、ちょうどねこの辺りにねまたね面白いやつも出たんですよね。あのシンメトリーっていうやつが出たんかな。あの頭の口金とこの上が同じような形になってね、もう本当にねあの回した時にペン回しした時に綺麗かなみたいな、そういうシンメトリーっていうあの廃盤モデルもあって、それもねある程度人気があったりもします。はい、シンメトリーもねオレンジ色か黄色じゃなかったけど、ちょっとオレンジ色系の、まあ、黄色がかったようなやつあったんで、ちょっと個人的にまた狙ってみようかなって思うやつです。まあ、当時ちょっと買いそびれたやつになります。はい、まあ、ちょっと話が脱線したんですけど、はい、このねパイロットベガっていうやつがねあのちょっとねあの昔あったんですよね。もしかしたらここからドクターグリップに進化したのかな、なんかそういう風なペンにもなります。はい、このベガ先っぽのところがねちょっとねあのまあグリップなんですけど、ちょっとねここに筋が入ったりしてます。はい、こんな感じで。はい、これまああの田舎の文房具屋さんとかなんか廃盤が置いてあるところにはたまに刺さったりしてるやつになるんで、まあ気になる方は見てもらったらいいかなと思います。これねフレフレ機能がないというやつです。はい、でねこのねそもそもフレフレ機能ってどっからなんかなみたいなとこがあるんですけど、これがですねあのまあ面白いのがこれ見てもらったらいいんですけど、これモグルエアなんですけど、ここよく見るとねなんかね2020って書いてあるんですよね。これどういう意図でねこの2020って書いたか自分ちょっとよくわかんないんですけど、実はね2020っていうねあのパイロットのペンがあるんですよね。はい、じゃあちょっとねこれ登場します。はい、はい、これパイロットの2020のこれ復刻モデルになります。はい、これねオリジナルモデルがねあのあったりもするんですけど、このオリジナルモデルがかなりねツッコミどころが多いペンになってます。はい、というのもねこれパイロット2020っていうペンで調べると、あのこれとまあよく似た形のやつももちろんあるんですけど、いっぱい変なのが出てきます。変なんて言うとあれかな、あのいっぱいいろんな種類が出てくるんですよね。はい、あのね同じパイロット2020なのにいっぱい種類があるっていうちょっと異形のモデルなんですよね。はい、まあよく似たことでねやってるんが、三菱鉛筆さんやったかながね、ロッキーっていうモデルあるんですよ。はい、まあね、あロッキーやね、まあ、ボクシーですね、ボクシー。はい、ボクシーがねかなりねいろいろ種類が同じボクシーなんですけど、むちゃくちゃあったりするんですよね。あのそれとように似た形で、この2020もむちゃくちゃある形なんですよ。このね、ボクシーが結構人気出たモデルでもあるんで、なんかその真似したんかな、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、この2020もそれなりに昔人気あったやつなんですよ。はい、でね、自分そのね、2020のね、あのちょっと異形のやつを持ってます。それをちょっと登場させます。はい、こちらになります。はい。さっきボクシーと言い間違えちゃったまあ2020のねロッキーというやつになります。はい、これいい黄色ですよね。まあ黄色でもねちょっとねあのオレンジみがかったねあの山吹色に近いやつなんですけど、はい、これの 0.5mm、 これね、はい、こうやってシャーペンになってるんですよね。上からこうやってね押すこともできて、はい、これはいフレフレ機能がついてるんですよね。はい、構造はねあのこのドクターグリップ今に至るまで一緒です。あの中にねあの筒が入ってるんですよね、金属の。はい、あのまあこれが分かりやすいかな、やったら。はい、こういう形でねこの金属のこういう筒が入ってるんですよね。はい、これがね入ってるがゆえにねこのペンはちょっとねドクターグリップとかこういうフレフレ機能付きのペンは重いです。はい、まあ、この重いがね嫌いやとか、これでね重心がどうのこうのっていう人もまあ中にはいたりするんですけど、まあ、個人的にはねあの重いペン好きなんで特には自分は気にならないです。
はい、という形でね、同じ2020と名乗りながらね、あの形がねこうやって全然違うじゃんみたいなね、こういうやつもあったりします。でね、このね2020のこのロッキーなんですけど、これにねよく似たやつがあるんですよね。またそれがね、韓国のねパイロットさんが出してたね、あの H の7070っていうやつがね、これによう似てるんですよね。はい、もうなんか2020なんかもう7070なんかもうなんかちょっとツッコミどころ満載なんですけど、まあこういう風なねペンがあって、どうもねこのね2020、はい、このペンがねどうもフレフレ機能の元祖みたいなんですよね。はい、この復刻版もねこれ振ったらこのフレフレ機能ついてるんですけど、はい、まあねこの2020をもしかしたらここを踏襲してて、そんでここで2020って書いたんかなってちょっと分かんないんですけど、なんかそんな感じがするんですよね。はい、でこのドクターグリップもこのフレフレ機能を引き継いでたりするんで、はい、まあドクターグリップが元祖のフレフレというわけではまあ特にはないいう形になるんですよ。はい、でねこのフレフレ機能の話とかね、このドクターグリップの話とか、まあこのエースとかの話らもしてるんですけど、はい、まあちょっとここでね複合ペンの話もちょっとしましょうか。はい、複合ペンでもねドクターグリップってねあるんですよね。はい、じゃあちょっとねそれ登場させます。はい、これこの間ね動画にしたやつなんですよね。これあのドクターグリップの4プラス1のやつ、はい、複合機のやつ、あ複合のやつなんですけど、こう、はい、これドクターグリップのやつなんですよ。はい、黒にね RGB のねボールペンがついてて、それにこのクリップ部分、はい、ここの部分がこうやって下がるようになってて、ここでカチカチカチってノックできる 0.5 ミリのやつがついたやつになります。はい、これもねここでね開けることができます。はい、まあ、こういう形になってる感じですね。はい、でねこれはね結構ね高級感あるやつで、ここのね軸のとここれ金属になってます。はい、でねこれはねフレフレ機能はねこれついてないんですよね。はい、これついてないやつなんですけど、これドクターグリップっていう名前がついてます。でグリップのところはね結構硬いです。もうこれは指に優しいか言われたらちょっと、まあ、まあグリップなんかゴムつけたよぐらいな形ですね。はい、というこういうね複合モデルがあるんですけど、はい、まあねこれね色もねちょっとねこういうやつがあるんですよね。はい、はい、じゃあこういうやつです。これ黄色かオレンジか言われたらね非常にねジャッジが難しいか、もうギリギリのとこやもんですけど、はい、まあこういうね色が出ててね、まあ自分黄色の複合ペンってなかなかないんでね、ちょっとこれは嬉しいなあいう形のやつです。はい、でこのね複合ペンでじゃあフレフレ機能ついたやつってあるのみたいなことになったら、実はあるんですよね。はい、これちょっとね登場させます。はい、はい、こちらになります。はい、これねフレフレビートニックっていうやつなんですよね。これ、はい、これがですねちょっと面白い機能持ってるんですよね。これ同じパイロットから出てるやつなんですけど、はい、まずちょっとね変わったところがね、このクリップ部分、またこれだけでもねちょっと動画にしてもいいかなと思うんですけど、はい、ここのねクリップがねこれ単独でクリップです。そんでしっかりしてます。はい、まさにクリップいう形ですね。はい、ここ素敵なとこですよね。でここはなんかねカタ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 押せるようになってるんですけど、はい、先っぽが出ません。はい、これねどういう風なことになってるかというと、はい、実はねこれね黒と赤のがこれついてるんですよね。黒と赤のが、はい、そんであともう一個ねついてるんがね、これがシャーペンユニットなんですよね。このシャーペンユニットでこれでカチってやってあげると、初めてねここでカチ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 すると先っぽが出てくるんですよ、こうやって。はい、はい、あ折れちゃったまあねこれなんですけど、ここからがうっていうところで、はい、これ、はい、なんとねフレフレ機能がついた複合ペンなんですよね、これ。はい、これねどうなってるんかこれ気になりますよね、これ。はい、そんでねここねこうやってくるくるくるって開けていくんですよね。はい、そしたらね、はい、こういう形になってるんですよ。さっきねここね開けた時金属の筒が出てきたと思うんですけど、これ金属の筒出てこないんですよね。はい、でここまあこれはね普通のボールペンみたいなのがまあ刺さってる形なんですけど、はい、じゃあねこのシャーペンユニット、これ気になりますよね。はい、これちょっと引っ張ってみます。これ、はい、はい、引っ張ったらまあこんなんが出てくるんですけど、はい、これ
お分かりですかね。なんとね、この細い筒の中でこれでシャーペンユニットを含んでるというね、はい、はい、フレフレ機能がここの中に集約されてるっていう、こういうリフィルですね。これを作ってたんですよね。はい、これが実はついた複合ペンという、はい、でこれ先っぽもこれなんか、まあ、言っちゃゴムです。これゴムなんですよね。黄色、これはちょっとね、あの淡い色なんで、まあ自分がすごい好きな黄色か言ったらちょっとあれなんですけど、はい、でもね、一応黄色は黄色なんですよ。はい、ということでね、フレフレビートニックも、これ多分廃盤や思うんですよね。はい、でもね、これ、フレフレ機能がその細いやつに集約されてるんですよね。はい、ちょっとね、同じような感じでね、ちょっとね、驚いたね、ペンが、これ他社のメーカーのやつなんですけど、こういうのが最近あったんですよね。はい、これまたちょっとね、限定色、しかもアマゾンの限定の色であれなんですけど、はい、こういうのがあったんですよね。はい、これね、デルガードっていうあのゼブラさんから出してるペンになります。はい、まあ、これもね、昨今のね、あれです、折れにくいあのシャーペンシリーズの中で、まあ、ヒットしたあのデルガードっていうモデルなんですけど、はい、それのね、この黄色と黒の、これ、素敵なやつです。これ、アマゾン限定なんで、まあ、早めに欲しい人はどうぞという形です。はい、これのね、デルガードのこのね、これもね、先っぽが工夫されたやつで、またこれ、他の動画で紹介したいなと思うんですけど、はい、このね、機能、これ、がっちり。これ1本シャーペンなんですけど、ここにがっちりそのユニットがこういう風にあるんですけど、これのね、小型化に成功したっていうね、やつがあって、それがちょっと話題になったんですよね。はい、それがね、こちらになるんですよね。はい、これデルガードのね、これ多色ペンなんですよ。赤とね、黒とそのシャープユニット、はい、さっきのね、これですね、フレフレビートニックと同じ色の形なんですけど、はい、これね、ここがくるくる開くようになってるんですけど、はい、このね、このシャープ部分、はい、ここのところにね、そのデルガードのシステムを集約したっていうことでね、はい、これ結構話題になったんですよね。はい、でもね、このね、細いやつにね、既存のそのシステムを集約するようなね、結構ね、こっちで複合ペンであったりとかしたんで、個人的に、あ、これの再来かみたいな感じとかもあったりとかしたんですよね。なんで、まあ、時期でね、このドクターグリップの、まあ、この進化がここであったわけですけど、ここからさらに進化するとしたら、個人的に自分ね、このフレフレ機能をこうやって小さくしてここに入ってくるやつが、まあ、こういうドクターグリップの4プラス1みたいなのもあったりしたんで、なんかそういう風な集約されたやつがこの次の進化として出てくるんかなって思ったら、こうやったんですよね。モグルエアの方から来たいう形やったんですよね。ここはちょっとね、個人的にちょっとみたいなとこもあったりとかもしたんですよね。はい、まあまあそれは置いといて、はい、じゃあね、ちょっとね、ここのね、この部分、グリップの部分ちょっといきましょうか。はい、グリップの部分なんですけどね、ここがね、ウッドとかになったやつとかもあったりするんですよね。まあウッドは木なんですけど、はい、まあね、それがね、これになります。はい、はい、こちらになります。はい、この部分がね、ウッドになってるんですよね。はい、これとね、もう形はね、もうほぼ一緒ですね、これ。はい、一緒なんですけど、ここのね、先っぽがね、グリップやと、なんかドクターグリップになってるのかな。で、ここの部分が、このウッドやと、どうもね、これ、これ4プラス1ウッドって書いてあって、はい。はい、4プラス1ウッドって書いてあるんですけど、はい、ドクターグリップの名前がね、ここから消えたりしてるんですよね。はい、なんでね、ドクターグリップのこの定義っていうのは何だろう、このグリップのこの部分が筋が入ってないやつなんかなとか、うーんとかってなんかいろいろ考えたりするんですよ。でね、さらに言うとね、こんなね、ものも登場してるんですよね。はい、ちょっと登場させます。はい、じゃーん、こんなやつです。はい、これもまた後で動画にまた別にしようかな。はい、これご覧ください。はい、こっち側がね、なんか縦縞が入ったやつで、こっちがね、なんかローレットタイプになってるんですよね。はい、製図ペンとかで見られるローレットタイプなんですけど、はい、このね、このね、複合ペンのこの4プラス1シリーズに、
使えるこの変装用のねこういう先っぽ、こういうのを作ってるメーカーさんがあって、これユニスプロダクトサービスっていうところが出されてるんですよね。まあ、Amazon とかね、なんかあのヨドバシカメラとか大きい文房具屋さんだとね、ちょっと銀色の袋の中に入ってあったりするんですけど、はい、これがねこれらにあったりするんですよ。またでね、このドクターグリップ4プラス1とかね、こういうのとかのこの先っぽをこうやって取って、はい、こういう風にねあのローレットタイプにこうやって、はい、こういう風に変えたりもこうやってできるんですよ。で、まあね、フリクション皆さんご存知は思うんですが、あの擦ったら消せるやつなんですけど、はい、まあこれね、はい、こういう風にしたりとかしたら、はい、結構ね合うんですよね。もう形もよく似てますし、でね、ここのねグリップ部分をね共存することがこのタイプできたんですよね。はい、という風なね、なんかねこういう風なねやつとかもいろいろ出たりしてるんですよ。はい、ということはね、今後ね、このドクターグリップ、はい、あの、モグルエアー機能がこういう風についたドクターグリップエースが出てきたんですけど、今後このドクターグリップシリーズはどう進化していくんかな、みたいなのがね、ちょっと個人的には結構気になるんですよね。はい。というのも、ドクターグリップ、まあ、当初とかね、なんか、初めとかはこういう風にね、まあ、ボールペンはボールペンって徹してたんが、こういう風なね、複合ペンシリーズみたいな、はい、こういうのでもねドクターグリップってだんだん名乗るようになってきたんですよ。はい、ということはね、まあ、今度このドクターグリップエースみたいなのがこういう風に出てきて、先っぽがね今でこそこういう風にこうやってごっついんですよ。これがだんだんねもっと小さくなっていくんかなって個人的に思うんですよね。もうそれこそねこのフレフレビートニックであったこの一本のところじゃないですけど、これはフレフレ機能のこういう風な細いリフィルを実現したやつなんですよ。まあどうなっていくんですかね。これもフレフレがついてて、フレフレプラスモグルエアがついてる細いやつなんかできるんかなちょっとその辺も気になったりするんですけど、まあ複合になペンになってきた時にどういう風になるんかなとか、あとねこのラス1サインっていうこれね、あの特徴的なのがこれついてるんですよね。はい、ここの窓からねラスト1本になるとオレンジに変わるっていう機能なんですけど、はい、これがねこの金属軸でできるんか、果たして。ドクターグリップってね結構ね高級ラインナップも出してるんですよ。ここは金属のやつとか、ここがね金色になったやつとか、最近出たやつなんですけど金具が金色になったやつで、震災の復興とかにそういうのに売上金の一部がなるっていうね、そういうタイプとかもあったりするんですけど、はい、そういう風なね高級ラインナップ層でドクターグリップのことを愛用してた層にどうこれから働きかけてくるんかとかね、なんかその辺のなんかもう試作機でできてるかは分かんないんですけど、はい、なんかその辺のアプローチをどうしていくんかなっていうのがねちょっと個人的に気になります。ちょっとねグリップの部分ちょっとドクターグリップじゃないこのねギザギザにしちゃったんでちょっと戻しておきました。はい、という感じでね、これからのね進化がねちょっといろいろ、もうほんまいろいろね話してきたんですけど、楽しみやなって個人的に思います。はい、じゃあこの三菱のやつもこれ出そうか。今日離したペン、今日離したペンすごいっすよね。なんかもう、はい、もうこれはみってるけど、はい、こんだけのペンをね、この動画ちょっといろいろ話しました。はい。はい、なんかすごいね。はい、という形なんですけどね、このドクターグリップエースのね、この登場の話から始まり、はい、いろいろなドクターグリップ絡みの話をちょっと今回はね、喋りまくりました。はい、ということでね、まあ気になったペンこの中であったでしょうか。まあ廃盤から現行品まで含めね、いろんなペンね紹介してきたんですけど、あ、これいいなって思ってね刺さった方いたら嬉しいなと思います。はい、この動画がねまあ良かったと思う方はグッドボタンをでね、チャンネル登録とか、まあ他にね文房具とかいろんなことね関連動画紹介したりもしてます。はい、ということでね、もうしゃべるんちょっと疲れてきたはい、ということでね、ちょっと満足です。はい、いろいろ喋りました。はい、じゃあこれからのねドクターグリップの進化すごく楽しみです。はい、ということでこの動画終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。